太平洋側を中心に雲が広がって、お出かけには折りたたみ傘などが必要になりそうですね。はい、そうなんですよ。朝からあちらこちらでざーざーと降っております。うん、でこちら現状をご覧いただきましょう。関東から九州にかけて、雨のご報告が多くなっております。特に九州や四国地方はもうザーザー降りといったところなんですね。で雨雲を重ねますと、関東の沖合、伊豆諸島付近や四国から九州南部にかけて活発な雲が広がっております。で今日の特徴ですけれども、前線が本州の南の海上にあります。前線昨日に比べて北上してきておりまして、雨の範囲が北の方に拡大をしているといった状況になります。はい、でこの後ですけれども、雨雲の動き見ますと、最も降りやすいのがこの四国ですとか九州南部となります。うん、このようにですね、九州南部ですと特に雷を伴って強く降ること終わりそうですし、日中帯、太平洋側の各地で傘の出番ということが言えます。九州午後になりますとだんだん雨は止んでいく傾向、ただ東日本の太平洋側については午後もあちらこちらで降るということが想定されます。お出かけの際、雨降っていなくともですね、関東以西は雨具、あると良さそうです。はい、わかりました。最新の気象情報は天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。